阪神、うっかり世界6位の総動員数を記録してしまう。さぞかし強豪球団なんやろな。派手にすごくてくさ。メッツより上な模様。割とガチで打倒ちゃう。コロナ禍前でも阪神巨人はトップ10に入ってたし。世界6位、縁起悪い。阪神がすごいのもあるけど、放映権ビジネスってやっぱ長期的に見たらあかんのやなって。つまり阪神の放映権料の価値はメッツ並みってこと。巨人が人気低迷してる感はあるから阪神一強だな。巨人はさっさと新球場建てて盛り上げたらいいのに。関西人って阪神好きすぎるや。大して強くないのに人気とか球団経営すごいな。これだけ動員できるのに収益力には大差ついてるんよな。移動日の平日昼間に試合しまくる MLB さんサイドにも問題はあるやろ。客集める気あんのかっていう。実際これが経営的には理想だからな。地域的なファンがいるのは本当ありがたい。まあどのスポーツもそうだが、過激すぎるファンという迷惑な要素もあるが、弱いのに人気あるのが謎すぎる。ぶっちぎりの最下位で3万人以上入った時は震えた。もう宗教やと。他は垢抜けたのに阪神だけは球団もファンも昭和臭が強く残ってる理由なんやろな。アスレチックスの2022年平均観客動員数8926人。これは藤浪も落ち着いて野球できますわ。